こんにちは、ハヤトです。どうも、こんにちは、クルトンです。さあ、やってきました。レッツゴー、クルトン。リアルガのコーナー、イェイ！リアルガのコーナーっていうのは何、何新しい。新しい君、これから何レギュラー化された？あ、されない。もう使わない。もう使わない。もう今後。いや、もうこれ、むしろ今後使うだろ。リアルガは。ああ、まあ。伝説が複数体になったら強いタイプのポケモンだと思うよ。その今後はでもだいぶ先じゃない？もう使わないっていう。ああ、そうだね。まあ、使うわ。多分きっと使う。まあ、1年後ぐらいに先発で出してるかもしんない。そう。直帰リアルがね。そう、直帰リアルが。直帰でもいいし、お盆とかでもいいし。あ、今回はね、というわけでリアルが使っていきます。はい。特地は、見ての通り。特攻の150がちょっといただけないね。はい、え、そう？あ、まあ、いや、ごめん、じゃあ、ごめん。物理の A120 の方だわ。うん、今回やりたいことにね、あまりにもそぐわない。どっちかでいいんだけどね。まあ、どっちかでいい。両投種属地がいらない。いらない。さすが第4世代って感じ。まあ、まだね、ちょっとね、太古の匂いを感じてるよね。そう。でね、ブリジュラスって H95 で B130 なんだけどさ。あれ。この子でコライド受けようと思ってたんだけどね。ブリジュラスの方が硬いんだよね、物理方面。うん。で、持久力もある。そう。ちょっとでっかいブリジュラスって、説明に書いたけど、ブリジュラスに失礼だわ。ちっちゃいブリジュラス。違う、ブリジュラスがちっちゃいリアルガ。うん、違うな。合ってるわ。ブリジュラスの方が強いからね。ちっちゃいブリジュラスだね。ブリジュラスの方が強い。ブリジュラスの方が強い。残念ながら。なるほど。そうなんだよ。あ、ただね、ちょっと違いを見せるためにね、今回はね、晴れ天候消すためにね、雨子入れてるから。はい。雨子入れて。太陽がいいじゃん。変評価でいいよ。何言ってんだよ。電磁波、雨降らし電磁波するんでしょ。そう。まあ、それ、大賀でよくね。大賀の方がいい。ね。うん。まあ、ステロがあるから、リアルかに。あと、ドラテがある。ステロドラテ。でも、起点を作るのよ。本当に起点を作りたい。ヌメルゴンでもよくね。ヌメルゴンでもいいけど、まあ、ヌメルゴンと比べたらさすがにディアルガの方が硬いから、まあ、ディアルガの方がいい。あと、プレッシャーだし。え、ほんとに？ヌメルゴンってだってブリジより硬いでしょ？ヌメルゴン、物理、いや、そんなことない。翡翠さんのお話してるよね。翡翠さんの話。翡翠さんね、彼はね、いかんせん、独房が少しある分ね、物理方面の硬さは多分ブリジュラスの方。彼って言うな、見て。ヌメルゴンはどう考えても彼女でしょ。彼女だわ。そう、H80 の B100 だから、圧倒的に、圧倒的に B130 だからね、なんたって、ブリジュラスね。うん。A85 の、H85 の、どっちもブリジュラスの方が高いから、そう。ヌメルゴンさんはね、B が150。これが強みだからね。特殊か。そう、特殊。だから、まあ、とてもじゃないけど、これとかわからないよね。確かに。ヌメルゴンでもいい。けど、ディアルガの方が硬い。あと、ディアルガの方が早い。あ、ディアルガの方が。え、速さいるの？いらない。びっくりするほどいらない。まあ、強いて言うのであれば、カバルドンとか、リンルーとか、はい、吹き飛ばしを押してた時に、こちらのドラテが先に通る。はい、吹き飛ばし合いの展開に強い。少し早いから。なるほど、それでは本編の方へ。どう。はい、それでは対戦相手の方が見つかりました。ホウホウさん、対戦よろしくお願いいたします。ホウホウ、バロドレックスなんだね。ホウじゃないんだね。騙されたね。騙された、完全に。上から炎オーガポン、パオジアン、クロバドレックス、ブリジュラス、メタモン、ウーラオスト。です。です。ほうじゃないんだよなぁ。そこだけが気になる。まあ、それで言うと、ほうほうだしね。あ、まあ確かに。確かに。さあ、これはね、地面タイプが相手にいないのをいいことに、はい、電磁波を巻いていきたい。なるほどね。で、雨を降らしてイダイトでフィニッシュしたい。雨を降らしてイダイトでフィニッシュするんだ。イダイトでフィニッシュする。ハヤトだったらどうする？え、俺だったら、ブリジュラスかな。エレクトロビーム持ってるんでしょ。持ってる。
地面いないんだからエレクトロビームの方が通りよくね。まあ確かに。でも水半減、おそらく一番下の彼しかいないからね。イダイトがバリ通りよ。ほう。そう、しかも一番下の彼はね、お墓参りで確定一発だから、まあイダイトで勝てるよ。なるほど。と思います。思います。思います。ステロがあるからね、パオジャンにも強い。さあ、それではホウホウさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。相手先発は。メタモンだ。捨てメタモン。よく読めたね。いやもうね。何度も当たってきた。100変回初手多いよね。で虹テラス多いよね。一回も見たことないかもしれない。えマジで言ってる。初手100変回見てないよ多分。マジか。で初手100変回はね大体出す。あのね。へー。そう。ただ今回クロバドと組み合わさってるから怪しい。クロバドもタスキも持ちたいポケモンだからこの100見解はスカーフかもしれない。なるほど。そういつも相手のパーティー見て誰がスカーフかなタスキかなって。パオジャンも持ちたそうだしね。何持ってんだろうねやつら。何も持ってないまである。ああそういうか。何か持たせる。むしろみんなタスキまである。ずるじゃねえか。いいじゃねえか。あでもスカーフじゃないね。スカーフではない。まあそれかスカーフドラテしてるかもしれない。ああ本当だ。そうこれはねスカーフドラテっぽいよね。ここでドラゴンテールは優先度が下がります。なんでスカーフでも相手が高校と。これはいただけない。さあイダイトが出てきました。強くないこのイダイト。お墓参り威力50だからね。あこれでもそうか、ランド引きや。ランド引きなんでやねん。ね確かにランド引きでディアルガが出るか、ディアルガ引きでランドで、ランドが出るか。無限にランド引に引いとけばいいじゃん。あ威嚇か。威嚇も入るし、もう打つ技がドラテしかないわけさ。うん、攻撃技が。はいはいはい。いや俺とディアルガ着地してくれるのを待ち続ければさ。ああ俺そうだってスカーフドラテなんでしょ。そうだね。これさ、リアルが出した理由がさ、メタモンってさ、コピーしたとき技の PP が全部5じゃん。うん。で、プレッシャーで今2回ずつ削ってるから、あとドラゴンテールやつ1回しか打ってないのよ。もう悪ガキさせちゃおうと思って、PP 削って。別にランドロスでいいじゃん。5回なんでしょ。5回。1があればいいじゃん。1回やったって言うことちゃう。あー、なるほどね。はい。まあ、確かに。そう、理想は、ドラテ、食らって、だってこれ、わかんない、裏次第だけど、リアルが着地の方が美味しくね？え、かな、なんか、自信打ちたいと思って。飛行タイプいなかったじゃん。だから、もう、わあ、そうそう、もう勝ちよ。勝ちもう勝ち。PP0 で、わらがきしかできない、交換しかできないみたいな。でも、自信が全員に10倍以上ですよと。もう自信が正すぎるから。うん、そうね、やっぱ浮いてるポケモン欲しいよね、パーティーに一人は。もう引くよな。そうで、ここでバドレックスと、スカーフじゃなさそうだからね。仮にタスキだったとしたらめっちゃうまいで、自信確定2発だからね。まあダメージを見てみますか。いいダメージ、うん、スカーフだった時がやばいけど、まあスカーフじゃないよ、だってメタモンが持ってんだもん。スカーフだったら別にお墓参りすればいいんちゃう。まあ悪事でもいいけど、悪事でいい。まあなんなら高速移動詰める、バドリックスタイムで。これだよ、メタモンの悪いとこだね、スカーフメタモンの。そうね、あこっちもスカーフか。こっちもスカーフで、タスキの線はないし、まあ何持ってようがね、こっちの方が早いと。これはいけない。これはね、あまりにもいけない。メタモンの変わり者ずるいよな。最初にコピったポケモンのままでいてよ、ずっと。それは弱いだろ。弱いからいいんじゃん。そうしてくれよ、俺メタモン使わないから。
使えばいいじゃん。いやでもメタモン使うは全然ありだよな。やっぱ伝説環境のメタモン強えわ。うん、伝説2体だからね。うん、1人だけズルしやがって。そりゃそうだよ、こっちも飛行タイプいないんだもん。あ、まあ、いたけど引くしかないからね。これさ、これ後出しの権利が発生するんでしょ。発生する。自信しか打てないから向こうは。こっちも自信打ってればいいよ。あ、そうね、そうね。向こうは先に PP 切れるし。そうこれ、そうだからディアルガに引く必要がなかったんよ。向こうどうせ自信打つの分かりきってたんだから。そう先に PP 切れるのを待ってなきゃいけなかった。これちょっと下手くそだった。これでもマシュン。クマシュン、失礼な。失礼な。ゆらゆらクマシュン来た。メガクマシュンだろ。ね、もう勝つよ。ノータイム自身。もうスカーフだからね。そう、スカーフだから。でやつもスカーフじゃないから。あー、ちょっとさすがに学んだね。お、学んだ。学んだ。勉強してんな。でもね、サイクルクルクルはね、ステロがある分こっちが圧倒的に有利だから。確かに。もう好きなだけやってもらっていい。ここ自信打てよ、頼むよ、学べよ、お前も。相手は5回しか自信打てないんだぞ。引くなよ。すぐ下手。もうなんで引くのここ。マジですぐ下手。よくないね。アホ面で自信打っとけばいいじゃん。そう、相手の PP がなくなったらこっちの勝ちなんだから。すぐ下手。ねえ、でメタモンの PP5 忘れがちだよね。ちょっと視聴者の皆様も気をつけてほしい。え、全部が PP5 になるの？全部が PP5。 元の PP になるんじゃない？ならない、全部が PP5。 ちょっと待って、自信見とけばいいじゃん。そうなんだよ、口開けて。なんなの？これ何？学校なの？これがあのオレンジウエストゲートパーク。どこだよ、アメリカじゃねえか。ウエストゲートパークは池袋だ。そんなバカな。横文字だよ。そうだ。IWGP。なんだよ。よかったね、岩永が外してくれて。本当に。当たってたらね、こいつ生贄にしなきゃいけなかったからね。これはね、岩永でひるむの嫌だから、2回アクアジェットで倒せるからアクアジェット。仮に1回ひるんだら負けるからね。打ててるだろ、このダメージを。種族値はね、メタモンは相手の H 種族値はコピーできないから。助かる。うん、勝ち、完璧な勝ち。本当に？うん。さあ、それではホーホーさん対戦。ハヤトチャンネル。さあ、対戦相手の方が見つかりました。お相手さくらさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいで、上からトルネロス、リキキリン、レジエレキ、ガチグマ、アカツキ、ウーラオス、カイヨガということで、まあ上から追い風してきそうだよね、並び的に。え、誰が？トルネロス。ああ、これはトルネロスが追い風してカイヨガが潮吹くんじゃないか。エッチだね。エッチだね。そうだね。ちょっとよくわかんないけど。で、今回はね、ステロだよ。今回もステロだよ。うん。海王がステロ。もう別にね、もうステロしかできないしね。悲しいから。で、相手の雨を生かすためにね、ブリジュラスとイライト。うん。最悪海王がいなくてもこっちが雨降るし。そんなの問題じゃないよ。雨とガチグマって相性悪い気がするけど、そんなことないのかな。もう悪くはないでしょ、別に。被ダメージ増えない？いや、増えるけど。お相手、さくらさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、でも電気無効なのか、海洋ガの弱点の。海洋ガの弱点の電気は。あ、何の話。受け回せる。そうあ、それもあるし、別に このゲームにはね、テラスタルって要素があるからね。あ、知らなかったよ。知らん。さあ、電磁波から入るか、ステロから入るか。これ、どっちから入るのがいいんだろうね。まあ、裏にガチグマいるし。取るのでしょ。取るのやったら、これ、一回ドラテするから。なんで？別にいいじゃん、トルネタイム。まあ、状況作られちゃうのも嫌だし。ああ。パンパカパンパカ。
まあ、どっちのものがいいか、じゃあ電磁波から入るわ。まあ、そう、どうせ向こういたずらごっこで上から追い風してくるからね。空手するにしたら、ちょっと相手にうまみが大きい気がする。でも、初手身代わりあんのか。ああ、そうね、そうね。じゃあ、ステロから入るから。そうだね、ステロから。別に、トルネロスだもんね。そう、タカが。ランドロスだったのね、ちょっと考えるけど。風、じゃね、飛行半減だしね。ほらね、引き読み。いや、どっちにしろってた。引き読みではない。あるがまま、もう電磁波も巻いたし、ステロも巻いたし、うん、ドラテしかないと思ってたけど、あれ電磁波打ってた俺だから、どう下手くそやん、引き読みじゃない。なんでここのドラテめっちゃうまいやん。いや、だから分かりきってたやん。下手くそだね、これは。下手くそだった。うん、めっちゃ下手くそ。ちょっとやそっぽじゃない。ゆうちゃん、今交代読みに電磁波刺さったなと思ったら、そんなわけがない。ガチグマが出てくるのなんて分かりきってたじゃん。嘘だ。いや、ガチグマでしょう。ここはガチグマ出てくるよ。真空波打てるね。これはね、マジでわけわからなかった。なんで出したガチグマ。特殊脆いから時の方向とかで落ちるみたいな読みだったのかな。おー、まあもうそれはあるかもしれん。しれへん。ちょ、でも出す必要なくね。じゃあわざわざ S2 倍の状態を作って先制技打ってきたんだよ。まあでもこれでほぼほぼ型がバレちゃったから、ガチグマ出しやすくなっちゃったね。特殊技もないやろ。もうガチグマをね、出すか出さないかはね、お前次第だからね。確かに。小柄足嵐。知ってる？知ってる。あ、知ってる？あの、こいつらの専用技でしょ。そうそうそう。なんか命中不安の、なんか110とか、そんくらいの。おお、詳しいね。なんかあったよね。そう、ある、ある。まあない、使わないから関係ない。いらない。いらない。暴風。そうそうそう、なんか暴風のちょっと弱い版じゃなかった。いや、あのね、トータルで言ったらそうでもないのよ。暴風命中70で威力120じゃん。これ命中80で威力100なのよ。で、追加効果がなんかあるのよ。S が下がるのか、相手の。30% だか 50% で。まあだから、暴風の方が強いね。まあそうですね、それでも暴風取るわ。混乱があまりに。ああ、100% だからね。小柄足嵐も確か雨降ってれば100%や。じゃあ暴風の方が強い。であればね。悲しいなぁ。さあ、ドラゴンテールを連打していきます。もうこれだけで相手は壊滅動画やから。飛行タイプいるとね、まあ、でも飛行タイプと自分タイプで行ってこいか。うん、うん、お、これでダメージが増えるぞ、うん、ドラゴンテールの。まあ、落ちるけど相手の伝説が海洋が。海洋が。ブラッドムーン。これはね、うまい。ノマテラブラッドムーンってね、次打てないから、ね、なんて言って。うん。やりたいことは、あ、これこそ電磁波打っとかないと。そこまでうまくない。そこまでうまくないし、ここをノマテラちょっと読めないわな。普通のブラッドムーンで打ちそうなもんだけどな。そんなことないのかな。まだまだダメ。なんで俺こっちから入ったんだろう。ボディープレス打ってたのか。痛い。このシンプルはさっきからやっぱりちょっとあれだね。使ってる。ちょっとね。ちょっとね。使ってはいる。食べ残しよ。なんだって H193 にしたからね。あれ16の倍数だよね。193。192が 16×12。違う。え、違った？違う、12じゃない。てか、なんでこのブリジャラスあいつより遅いの。あれ、16N 16N。 あ、合ってるわ。 16N 合ってる。追い風されてるからか。 16N 違うな。185だろ。 16N 気がする。160でしょ。160、まず10倍ね。あ、違う、10、あ、いいんだ。172。オゲイ、タスキが残ったイダイトはね、強いよ。タスキが残ったイダイトは強い。偉大だよ。偉大、偉大だ、偉大と。で、しかもね、トルネロスはね、ステロでね、落ちるからね。広島まで来たよ、広島まで。誰だよ。どうする。
これはまずいんじゃない。広月丸、広月丸はねかなりまずいね。でも広月丸参りアクセでもういいのか、参りだけでも注意して HP でもトルネロスいなかった。トルネロスはアクアジェットで落とせる、だから言ったじゃん。ああそういうことか。ああそういうことか、そういうことか。広月丸のねエレキネット偉いよね。少しでも価値を拾うための相手のエースを下げていく行為、うん、自称行為違うそうではない。残念ながらアクアジェットがあるんだ。ステロイド落ちんじゃね。落ちないだろ。落ちないわ。4分の1しか削れてないでしょ。ああそっか、単タイプだったらマックスで。こいつねポケモン史上初の飛行タイプタイプだからね。知ってる。うん。それではさくらさん対戦ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではディアルガ君の対戦を見ていきました。はい、見てきました。いかがだったでしょうか。三角。よかった。罰だと思って俺は。罰ではないよね。電磁波、ステロ電磁波してるからね。あ、この2つがあるだけでね、派遣っていうか人権もある。好きでもいいかもしれない。助け。耐えられるからね。うん、まあそうなんだよ、こいつ HB 特化だけどトライドンの炎のテラス特化ハチマキフレアドライブ耐えないのよ。あれも耐えないでしょ。だってアクセルブレイクも、アクセルブレイクなんてもう本当にもうじゃないよ、ね、トライドン見た瞬間テラス切るかって言われたらフレアドライブ耐えないわけ。そう、フレアドライブ 87.5% で落ちる。相手がハチマキで A 特化でテラスという条件ではあるけど全然ありえるからね、そんなことは。そうなんだよ、全然アクセルブレイクじゃなくてこの技打ってきそうだし。まあっていうか どっちもありだからね。うん、そうね、どっちもあり。相手こだわってるんだったらその技かなぐらい。そうね、パーティーみたいな、ゴーストに、うん、そうだね、格闘技ちょっと打ちづらさあるね。あーそう、ちょっとトライドン対策のつもりで仕上げてきたけどダメだ、ちょっと対策ならトライドンがひどすぎる。これはどうすればいいんだろうね。で、助け持たせて電磁波孫をすればひどすぎる。ワンチャンある。なんで伝説枠使ってやることがそれなんだよ。それいたずら心ニャスパーとかでいいんよ。でもまあそうだからさ、あーなるほどね。まあでもね、意外性もあるからね。続くイダイトとかブリジラスは本当活躍しやすいし。うん。もうちょっとね。いや、でもこれ以上技構成いじることはないわ。ヤルガはサポートです。誰が何と言おうと。これはどうかわかんないけど。ヤルガがサポートかどうかはまあ使い方次第だけど、なんだろう。いや、雨乞いは全然いじれるだろ。いや、雨乞いはいるよ。トライドン対策なんだから。なんたって。やっぱ、こんなこと言いたくないけど弱いわ。伝説一体環境で、どうこうできるポケモンってないよね。もともと。そうね、そうね。単体で抜き性能がない限りは。この環境を生き抜くには。で、これが2体とか6体とかになってくると、僕は強いと思う。こ、う、れ、んうん、はグラードンかディアルガかみたいな。そうね、そうね。確かにあると思う。突起持たせてもバトリックのアストラルビット2回耐えないんだよね。どういう方にするんだろうね。難しいところではある。あ、直気持ってフラタなのか結局。そう、あ、直気は持たせるだろうね。かあ、全然6体環境をやると買うなら多分ね、ミライドンのメガネイナズマドライブも2発耐えないんだよね。突起持たせたとしても難しい。ヤルガさんエンテラスなのかな。じゃあまあその時が来た時に考えましょう、うん、とりあえず一体環境でディアルガは使われない結論でございます。皆さんのね、僕ではたどり着かなかったのでディアルガの境地に、こんなディアルガいいよみたいなディアルガあったらコメント欄、まあ、ツイッターのダイレクトメールなど教えてくれたら幸いです。使わないことこそ思考。それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。
それでは、See you!